どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはですね、この秋の夕方ぐらいにね、これね歌いたくなるね、ちょっとほっこりした曲、童謡いきたいと思います。こちらドーン、7つの子。こちらですね、カラスなぜ鳴くの、カラスは山にですよ。はい、カラスの勝手じゃないやつですからね。はい、こっちはですね、もう本当に改めて今聞いてみると、このね B メロのね、可愛い可愛いとカラスは鳴く、ものすごいこう切ない、このキュンとした、なんて言うんですかね、もうすごいいいですよ。今ゆっくりこの曲を心を込めて弾くウクレレでやっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている入門コード4つのめちゃくちゃシンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。初心者さん向けです。これでぜひこれ取り組んでみて、初心者さんの方も。後半はですね、ここにね、ちょっとおしゃれなコードと弾き方も加えて、さらにこうノスタルジックな、こう心にこうギュッとこうなんか来るやつ、そんな感じの演奏ができるようなかっこいいバージョンやりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルは、今まで音楽やってみたいなと思ったんだけど諦めてたんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくて挫折しましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌うプログラムがあって、このプログラムがめちゃくちゃわかりやすくて、今もう全世界中の方がガズレレで何十万人も音楽を始めてくださっております。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でもあっという間に弾けるようになっちゃいますからね。はい、これから音楽聴きからやるに変えていきましょう。じゃあここに貼り付けますよ。いってらっしゃい皆さん。ここいってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もうアップロードされております。皆さんの好きな曲も必ずあると思いますよ。で、今日みたいな童謡とかね、こんな曲いっぱいここに集まってるページがあるので、ここにちょっとシェアしておきます。他の曲もいっぱい取り組んでみてください。それではやってみましょう。7つの子、カラスの歌ですよ。はい、まずはシンプル簡単バージョン、入門コード4つでゆっくりやってみます。ガズレレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。これもうなんかね、コード簡単でしょ？今のは入門コード4つですからね。どれだけこう、
心込められるか、気持ちが込められるか。今僕が撮ってるここにね、あの山があるんですね。その中にもカラスがいるなと思って、こう歌うみたいな、そういう心のね、若い音楽、もういいや、気持ちよく歌おうってことです、とにかく。はい、これでね、一応フルコーラスなんですよ。なんですけど、これからやる後半のかっこいいバージョンでは、またちょっとかわいいかわいいところに戻って、セミロングバージョンでやってみようと思います。今のが一応基本形になってますんで、これをゆっくり今のシンプル簡単バージョンのガズレレ動画に合わせて練習していってください。歌詞とコード出てますから、ゆっくり初心者の方も取り組んでいけると思います。一緒にできるようになったらね、1個目のゴール達成ですからね、おめでとうございます。そこまで一生懸命やってくださいね。で、一緒にできるようになった方、次のステップ行きましょう。今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけでリズムと歌と音楽を生み出す、これがいいと思うんですよね。でも、どうしたらいいんですかってことになると思うんですけども、ね、やっぱり最初はね、全部すぐ覚えられちゃうと思うんですけど、コードとかもね。いずれはね。なんだけど、最初のうちは楽譜みたいなものを見て、だんだん自分にこうね、こう落とし込んでいくのがいいと思うんですね。でも、楽譜ってどこにあるんですかって話なんですけど、安心してください。皆さん、自分で作るんですよ、楽譜は。作ったり用意したりする。見てください。今の演奏はね、この7つのこうカラスの歌なんですけど、これ、自分でガズが書いたノートを見ながら、今演奏してきました。ほら、いいでしょ、これ。かわいいの。これ、待ってる、これ。ここがお母さん、お母さんね。これをね、もうちょっとしたらこんな風に大きく写して、みんなもこんな風に書いたらいいじゃないですかという風にシェアしようと思うんだけど、今ね、めちゃくちゃ便利なサービス始まってます。これ、ガズクラブというサービス。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた7つの子を含む、ガズが手書きで書きまくってきても、膨大なノート楽譜のストックの中から、皆さんがこの曲やってみたいな、面白そうだなっていう曲を、毎月5曲を選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。同様の7つの子です。ここにカラスの歌って書いてあるんですけど、このカラスの歌っていうのはガズがつけただけです。これ7つの子っていうタイトルでもあんまりピンとこないですよね。こっちの方がみんなに分かりやすいかなと思って書いただけなんですけど、はい。一応正式名称7つの子ですね。見て。かわいいなぁ、これ。はい。書きました。ということで、この楽譜を見てもらいたいんですけど、これいつもの通り、この上の段に書いてあるのは今やったシンプル簡単バージョンで、下にこのくるっと囲ってるやつ。コード。ここ D マイナーだったり、ここ D7 だったりする。これは、後半のかっこいいバージョンではこのコードを使っていきます。ということで、上の段に書いてあるやつは入門コード4つでできる、今やったシンプル簡単バージョンになってます。今こうやって写しておくので、一時停止で書き出してください、ノートなどに。はい。それがキーポイントですよ。ゆっくりやってくださいね、マイペースで。はい。で、ここ見てもらうと分かるように、この下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンだから、これもね、今のうちに一応書いておくのもいいと思います。これを見て一時停止で書き写すか、演奏中のテロップを書き写してもらうのもいいし、今紹介させてもらったガズクラブでね、このガズのノートのデータそのものを、ダウンロードしてもらうのも有効かと思います。このガズのノートの特徴はこのテンデリズムを測ってますからね。まあ、これでもみんな知ってるけどね、この曲ね、歌えるでしょ。でもここ、カラス、なぜなくのカラスのって言っちゃダメですよ。カラスは山にですからね、はい。あれ、志村健さんですから、あれはね。はい。でもほんとね、ここのところのメロディーがもう切ないったらないんですよ。切ないの。ここね、かっこいいバージョンでここ E7 になるんですけど、この E7 の響きがね、もう泣かせるんですよね。はい。はい。ちょ、こんな感じです。はい。で、ここ最後のところ。山のフルスウェイ行ってみてごらん。丸い目をした可愛い子だよ。つってね。はい。
ほいで、ね、ちょっと見てもらいたいんですけど、ここ、今やったシンプル簡単バージョン、こうやって、エンディングやって終わったんですけど、かっこいいバージョンでは、もう一回ここまでやったら、かわいいかわいいに、戻って、ちょっとロングバージョン、今度繰り返してみようと思います。そんなのがガズレレアレンジになってます。じゃあ出てくるコード見てみましょう。この赤く囲ってるやつは、後半やるシンプル簡単バージョンで出てくるんです。今やったこの、シンプル簡単バージョン、この超絶入門コードですから、C と Am だった F と G7。やったー嬉しい簡単版コード4つ。入門コードですよ、これ。しかも、ウクレレを習った人が、その、当日に覚える入門コードでできちゃいますと。はい。で、今日はですね、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、かっこいいバージョンではこのコードが追加されますが、よく見てもらうと、Dm と E7 と D7 って書いてあります。この3つも実はガズレレでは、入門コードのグループなんですよ。なので、今日はね、もう全部まとめて紹介させてください。初心者の方、この4つはね、もう、最初のレッスン動画でも、第1個目のね、動画で公開してるんで、大丈夫だと思いますけどね。一応これ映ってるこの7個のコード。はい。この仲間です。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードを詰めて何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めようかなというふうに思っている人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。はい。でも10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思って頭ごっちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画ここに貼っておきますので、この動画見て10個のコード覚えちゃってください。今日はね、かっこいいバージョンまで含めたら7つ出てきますからね。はい。必須って書いてある。覚えちゃってくださいと。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンといっても、まあこの曲、歌はね、みんなもう知っているでしょうから、ちょっと弾き方とね、コードを今言ったように、変えてこだわってみました。弾き方はね、でもシンプル。はい、これ。アルペジオ。最初から最後までアルペジオでやってみようと思います。ちょっとやってみると、これ分散和音って言いますけど、これはこのゆっくり弾くにはね、最高ですよ。ガラス、なぜ泣く、これ優しく歌いたい、こう、なんつうかな、もう本当にこうつまびく、奏でるというね、感じが似合いそうな弾き方ですけど、これでやるだけでだいぶね、世界観をね、こう、鼻から入っていけると思いますからね。はい。ゆっくり、落ち着いてやるのがキーポイントです。はい、このアルペジオの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオの濃厚解説レッスン動画もすでにアップロードして、置いてありますからね。もうゆっくり見て何回も練習してやってみてください。弾くこと自体は難しくないですけど、歌ってリズムキープして、この雰囲気を込めながらやるっていうところまで行くにはちょっと慣れが必要だと思いますけど、いいリズムですよ。これはガズレレの中でもよく出てくる基本リズムの一つなんで、ゆっくりこれで練習していきましょう。で、この曲はですね、ほんと決めも何もなく、淡々と行くだけなんですね。で、シンプル簡単バージョンは入門コード4つだけど、そこにコードが足されて、Dm と D7 と E7 が足されてるんです。ここのね、かわいいかわいいとカラスは泣くのの、この E7 一回だけ出てくるんだけど、ここがもうね、泣かせるんですよ。ちょっとやってみようかな。せーの。かわいい、かわいいとカラス。ここがもう E7 がもうキュッとくる、味わってください皆さん。もう今日これで解説は終わりなんですね。まあ童謡ってすごいシンプルで簡単で、なんかね、ふーんって感じなんですけど、いざやってみたらわかります。もう心を込めて本当に魂を打ち込んで歌うと、こういう曲の方がやっぱり実はね、表現するのは、ね、深かったり難しかったり楽しかったりっていうの多いんで、たまにはね、こういうシンプルな曲をじっくりこうね、味わいながら演奏してみる、これおすすめします。はい、それではやっていきましょう。7つの子カラスの歌、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8
の7つの子童謡カラスの歌です。やってみました。いいですね。やっぱりつまびく感じ、アルペジオでこのなんかなんていうのか、ほっこり切ない、なんかこう愛しのワールド、もうやっぱりアルペジオいいですね。これ心を込めてじっくり取り組んでみてください。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになって無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。